アンドロイドは Google が開発した携帯汎用オペレーティングシステムである。Linux カーネルやオープンソースソフトウェアがベースで主にスマートフォンやタブレットなどのタッチスクリーンモバイルデバイス向けにデザインされている。PC 用には Android X86、テレビ用には Android TV、自動車用には Android Auto、ウェアラブルデバイス用には Wear OS がある。 世界一のシェアを持つモバイルオペレーティングシステムであり、20億人を超える月間アクティブユーザーがいる。iPhone と区別するために、Android スマートフォンを指す故障としても使われる。2003年に、アンディ・ルービン、リッチ・マイナー、ニック・シアーズ、クリス・ホワイトが、アメリカ・カリフォルニア州パロアルトに、携帯電話向けソフトウェアプラットフォームを開発する、Android 社を設立した。 2005年に Google が Android 社を買収し、一時は Google が GoPhone という独自の携帯電話端末の開発を進めているという憶測が流れた。2007年11月5日、携帯電話用ソフトウェアのプラットフォームである Android を Google、ベイクアルコム独通信キャリアの t モバイルなどが中心となり、設立した企画団体、 オープンハンドセットアライアンスが発表した。無償で誰にでも提供されるオープンソースであり、サードパーティーのベンダーが独自にカスタマイズしやすくすることを目的としてアパッチライセンス2.0に基づいて配布されている。2008年10月からは対応する携帯電話が多数販売されている。競合するモバイル向けプラットフォームはアップルの iOS がある。過去には マイクロソフトの Windows Phone、センチュアのシンビアン OS、クアルコムのブルー m p ブラックベリーのブラックベリー、リナッ Linux Foundation の知膳などがあった。Google はスマートフォンタブレット、腕時計以外にもゲーム機、冷蔵庫といった領域にも Android を搭載させる考えである。この節では Android デベロッパーズから発表されている標準の Android について記述する。 サードパーティーが独自に追加した機能は含まない。Android のユーザーインターフェースは、サードパーティーの端末メーカーによるカスタマイズが許可されており、通例、メーカーごとに独自の UI が搭載されている。カスタマイズが施されていない標準の Android は、通称 OSP 版と言われ、Android Open Source Project のソースコードから直接ビルドしたものを指す。また、メーカーや、 サードパーティーが開発したものはカスタムロムと言われている。アンドロイドの基本操作はタッチインターフェースとなっており、指を使って直感的な操作ができるようになっている。表示されたボタン類を押すタップ、長押しタップ、画面端からタップスライドしてメニュー類を表示するスワイプ、マルチタッチによるピンチや回転などができるようになっている。画面をタップした際に、 ボタンを押したという感覚を起こさせるために、本体をバイブで振動させる機能を持ち合わせる。ジャイロスコープや GPS、加速度センサーなどのハードウェアをサポートしており、アプリケーション側からそれらにアクセスして活用することもある。ジャイロスコープは端末を縦向きから横向きに変更する際に使われることが多い。ゲームの例では、レースゲームで車をハンドル操作する際、 端末を傾けてハンドル操作に当てはめるものがある。ホームスクリーン上にはパソコンのデスクトップ画面のようにアプリケーションのアイコンが並びアプリをインストールするとホームスクリーン上に自動的に配置される。また長押しタップでアイコンを移動したりホルダーを作成して格納する機能を持つ。これに加えてウィジェットを配置できるようになっている。ウィジェットは天気予報や ニュースなどのライブ情報などがあり、ホームスクリーンから直接見ることができる。ホームスクリーンは画面外にも複数用意されており、画面を左右にスワイプすることで複数のホームスクリーン間を移動できる。画面上部にはステータスバーが配置されている。ステータスバーは新着メールや SMS を受信したりデバイスを接続した時にユーザーに作業を中断させることなく、 知らせるシステムとして使われる。また、多くの Android 端末には、通信の切り替え、機内モード、システム設定など、頻繁に使われる機能も、この通知バーに格納されているものが多くある。日本国内では、通称として通知バーと呼ばれている。画面下部には、戻る、ボタン、ホームボタン、マルチタスクボタンによる、各操作を実行できる、ナビゲーションバーが、 アンドロイド 3X よび4.0以降から配置されている。これ以前のバージョンではハードウェアキー方式が主流であった。アンドロイド9 p e ではホームボタンとマルチタスクボタンが削除されスワイプジェスチャーに置き換えられた。ただし端末メーカーによっては従来のナビゲーションバーを採用しているものや設定によって 従来のナビゲーションバーを利用できるようになるものもある。Android 中では戻るボタンも削除された。Android には文字入力のための IME を搭載しており、テキストボックスや検索ボックスなどの入力エリアをタップするなどしてフォーカスを当てると画面上に仮想キーボードが表示される。この仮想キーボードをタップやスワイプ操作することによって文字を入力できるようになっている。 IME はサービスアプリケーションとして動作し、エンドユーザーが自由にサードパーティー製の IME をインストールすることも可能になっている。IME とハードウェアが対応していれば、Bluetooth や USB 接続の外付けキーボードを接続して入力することができる。また発生によって文字入力を行う音声入力システムも備える。 Google あるいはサードパーティー製の手書き入力アプリを利用して指やスタイラスペンなどで書いた文字を認識させることもできる。なお2018年現在、Android OS には標準で日本語入力用の IME が搭載されていない。そのため、日本語入力を行うには Google 日本語入力や ATOC などのサードパーティー製 IME をインストールする必要がある。 日本国内で販売されている端末は最初から日本語入力できるように E1、e、P-BAX Touch、S SHOIN、ATOC Sho、FUSCAREN などがメーカーによって搭載されている。一部の Android デバイスでは Google 純正の新たな IME である g ボ o ドが最初から搭載されており、また2017年11月には g ボ o ドが日本語に対応し、 追加の言語及びキーボードレイアウトをダウンロードするだけで日本語入力ができるようになった。Google の認可を受けた端末にはアプリケーションマーケットとして Google プレイがインストールされている。多くの端末ではこの Google プレイからアプリコンテンツをダウンロードして使えるようになっている。2019年9月時点の Google プレイ内では280万本を 超えるアプリケーションが提供されている。Google は Google プレイを経由しないアプリ配布も認めており、アプックファイルから直接インストールできるようになっており、それらのアプリはノラアプリと呼ばれる。ただし、一見普通のアプリに見える悪質なアプリも存在するため、公式マーケット以外からのダウンロードには最新の注意が必要である。Android で表示されるホーム画面を表示させる。 アプリケーションのことはホームアプリと呼ばれる。たくさんのアプリが公開されており、ユーザーは好きなものを選ぶことができる。別名、ランチャーとも呼ばれる。アンドロイドはカーネルからミドルウェア、ユーザーインターフェース、ウェブブラウザ、電話帳などの標準的なアプリケーションソフトウェア群までを一つのパッケージにして提供されている。カーネルには Linux の関連技術が使用されているが、その他の部分は様々な技術が用いられており、例えば標準 C ライブラリーのバイオニックは、ネットブスドの LIBC と Linux の LIBC を組み合わせたものをベースにしている。Android のアーキテクチャ。カーネルとライブラリー、ランタイムは、ほとんどが C 言語、または C で記述されている。 アプリケーションとアプリケーションフレームワークは Google 独自に構築した仮想マシンであるダ a l v i 仮想マシン、または Android ルンチメ上の Java プラットフォームスタンダードエディションのサブセット Android 拡張、環境で記述する。プリインストールされたアプリ、エンドユーザーが後からインストールするアプリを問わず、共通の仮想マシン及びフレームワークを使用する。 Google が公式サポートしている CPU は ARM MIPS X86 である。ARM 以外の環境は Android 2.3から対応した。端末シェアの多くは ARMV7 と ARMV8 が占めているが、日本においては2014年3月に大手家電量販店のビッグカメラが自社ブランド製品としてインテルアトム搭載のタブレットを発売するなど、 X86 による製品もあった。Google Chrome OS には、Android アプリケーションの実行環境として、Android l e a m e チメ r Chrome が搭載されており、X86 ベースや ARM ベースの CPU を搭載する、Chrome Book 端末上で、Android アプリケーションを動作させることもできる。Android 4.4以前のバージョンで動作するアプリケーションは、基本的には、 ダルビッチ仮想マシン上で動作する。ダルビッチは Java のオープン実装である a p a c h Harmony をベースとしているが Java API セットからは Swing や o ートなどが除去され Android 専用の UI フレームワークや独自ライブラリーなどが追加されている。Java CDC の API は全てではないが概ね含まれている。なお、オラクル Java の互換性テストを通過していないため 正式な Java ではない。API セットは Java プラットフォーム、Micro、Edition とも異なる。Android 7.0ヌがー以降は Java API ライブラリーの実装が o p ン n j ド d クベースになった。Google から提供されているソフトウェア開発キットでは Java プラットフォームによるプログラミング環境と C、C による開発がサポートされている。Java 以外にも Java プラットフォーム向けの複数の言語で書かれたプログラムがダルビッチ、アート上で動作する。Java ネイティブインターフェースを利用して Java と C、C まで相互運用することも可能である。Android 2.3以降ではネイティブアクティビティのサポートにより使用可能な API の制約はあるものの C、C のみでアプリケーションを開発することも可能になっている。また、 ネットフレームワーク互換環境の一つであるものも Android に対応しており、ザマランと Microsoft Visual Studio を利用することで、ネット言語を使用して Android アプリケーションを開発することができる。Android 4.4からはデベロッパー向けに新たな仮想マシン Android ルンチメが実装された。アートはダルビッチよりもアプリケーションの動作効率などを 向上させることを目的に開発された。ダルビッチの場合、多様なハードウェアに対応できるよう、アプリを中間コードの状態で保管しておき、実行直前にネイティブコードに変換して動作させる、ジットコンパイル方式が採用されている。一方でアート仮想マシンは、あらかじめ最初からネイティブコードに変換しておくため、実行速度や動作速度が向上する。 アンドロイド7.0以降のアートでは、音、インタープリタとジットをミックスしたハイブリッド手法が採用された。なお、Android 4.4では依然として、ダルビッチが標準となっており、アートを用いるためには開発者向けオプションで設定が必要である。ただし、アプリケーションによっては、アート上では正常動作しないものもあり、ダルビッチとの完全互換は保証されていない。 アンドロイド5.0からはアート仮想マシンが標準となった。5.0に搭載されたバッテリー改善システムとアートの効率性の良さという組み合わせによってバッテリー持続時間がアンドロイド4.24と比較して1.37倍と大幅に伸びた。ブートローダーとはデバイスの電源を入れた際にフラッシュメモリ上にインストールされた Linux カーネルを読み込み そこから Android を起動させるシステムである。パソコンで例えると BIOS という部分に相当する。ブートローダーのインターフェースは一部の端末でアクセス可能である。多くの場合は電源ボタンと音量ダウンボタンを同時押ししながら電源を入れて起動させることができる。起動後に表示されるインターフェースはファストブートモードとも呼ばれる。ほとんどの携帯端末ではブートローダーに ユブートが使用される。アプリケーション開発用には、Android SDK が、ランタイムとライブラリーの開発用には、Android NDK が無償提供されている。SDK とツール類は後日の Android Studio に含まれているほか、単独のコマンドラインツールも利用可能である。Android SDK に含まれる通信ツール、Android Debug Bridge によって、 Android デバイスとホスト PC 等を USB で接続してアプリケーションプログラムをデバイス上で実行しながら PC 上でデバッグすることができる。Google が優勝で提供する SIM ロックフリーの開発専用携帯電話機や他社の専用の携帯電話機エミュレータでないと低レベルのランタイムとライブラリーを書き換えることはできない。統合開発環境は Android Studio が推奨されている。 アンドロイドスタジオの実行環境つまりホストとして対応している OS は Microsoft Windows、MacOS、Linux、Google Chrome OS である。Visual Studio、i n t e l l i g e IDEA、Ragion Studio など他の統合開発環境もアンドロイド開発に対応しているものがある。当初はアプリケーション開発に Eclipse と専用プラグインが利用されていた。Google は 2013年5月15日に開催された Google IO で Android Studio と称する新たな統合開発環境を開発中であることを表明した。これは i n t e l a i t IDEA をベースにしたオープンソースによる Android 専用の開発環境であり、ビルドツールとして従来の a p a c h Ant ではなく g r a d l e を採用している。また、レイアウトのデザインもよりグラフィカルで、 端末実機のイメージに近くなるとされる。2014年12月8日に正式版1.0がリリースされた。これに伴い、エクリプス用プラグインのサポートは2015年に終了した。Android SDK では Android Virtual Device と呼ばれる PC 上で動作する仮想デバイスを用いることができる。対応 CPU と同様に ARM、MIPS、 X86 の3種類のアーキテクチャをエミュレーションするソフトウェアが SDK に同梱されており、これにロードされるシステムイメージも Android バージョンごとにそれぞれ提供されている。ユーザーがこれらを選択して任意の Android バージョンと CPU エミュレータの組み合わせによるアベドを作成する。ただし、一般的なエミュレータと同様、 他のコンピュータシステムをエミュレーションするために動作が非常に重く快適なデバッグを行うことは難しい。これをカバーするため仮想化支援機能をサポートしている X86 アーキテクチャの CPU が搭載されたホストマシン上では X86 システムイメージによるアベドを高速化することができる。Windows および MacOS においては インテルが提供するインテルハードウェアコセロレイテッドエクセキューションマネージャーによってインテル VT によるサポートを有効にすることができる。また、Linux 版の SDK においては X86 エミュレータ自体が KVM 上で動作させることが可能となっており、インテル VT または AMDV によるサポートによって高速化することができる。ほとんどの Android 端末には プロプライエタリーソフトウェアの Google モバイルサービスアプリがプリインストールされている。Google プレイ、マップ、ギャラリー、カレンダー、Gmail、トークなどが含まれる。GMS アプリの搭載は互換性テストのコンパチビリティテストスイートを通過し、Google にライセンスを与えられた端末のみ認められている。オープンソースの Android から派生して、これらのアプリが入っていない場合は、 サイアナジェンモッドジープスなどからルート権限でシステムホルダーにコピーしてインストール可能。基本ハードウェアをゴールドフィッシュと定義しており、SDK の権エミュレーターはそれを踏襲している。サポートしているスペックは下記の通り。ただし2007年10月当時のスペックである。歴代のコードネームのうちバージョン1.5から9までは頭文字がバージョンの発表順に C から P までのアルファベット順で始まる歌詞の名前が付けられており、Android ロボットが書くコードネームの歌詞に噴していた。また、コードネームがエンドユーザー向けの製品別名として使われることもあった。バージョン10からはそのようなコードネームは付けられなくなり、コードネームはアルファベット1文字だけになった。また、バージョン10以降ではコードネームは エンドユーザー向けの製品別名としては使われなくなっている。世界でのスマートフォンの販売台数のシェアの推移は以下の通り。日本国内でのスマートフォンの利用者数の推移は以下の通り。世界のタブレット出荷台数日本国内のタブレット出荷台数10.0パイオレオヌガーマシュマロロリポップキットカットジェリービーマイスクリームサンドウィッチ。 アンドロイドスタジオでプロジェクトを新規作成するときに確認可能なバージョンごとの世界シェア。アンドロイドのソースコードはアプリケーションフレームワークから標準ライブラリー、ランタイム、カーネルまでのすべてが公開され改変も自由である。基本的にアンドロイドのソースコードのライセンスはアパッチライセンス2.0に準じるためアンドロイドを採用した企業、個人が改変部や 付加部分を GPL のように公開する必要はない。ただし、WebKit のライセンスは LGPL であり、カーネルとそのライブラリーなどの Linux に基づく部分のライセンスは GPL であるため公開が求められる。Gmail、Google マップ、Google 検索、Google プレイなどの一部の Google 製アプリケーションは Android と密に連携しているがプロプライエタリが、 ライセンスで提供されている。これらの Google 製アプリケーションは Google モバイルサービス認証を Google から受けた端末に対してのみ供給され、それらの端末でのみ動作が認められる。したがってカスタマイズした Android にこれらのアプリケーションを載せるためにはカスタマイズを施したプロジェクトが個別に Google の許諾を得る必要がある。なお、アプリケーションを Google 提供のファームウェアからバックアップし、権利を侵害していないカスタム版に、再インストールする手法が説明される場合もあるが、Google モバイルサービス認証を経ておらず、ライセンス違反の行為となる。タブレット向けのバージョンである Android3X は、スマートフォンへの対応が不完全であるということを、理由として、ソースコードの公開が見送られていたが、4.01から再度公開に戻った。 ただし、3X のソースコードは Git の履歴の中に存在するだけで Git のタグとしては割り振られていない。アンディ・ルービンが設立したプラットフォームベンダーである米アンドロイド社を2005年に Google が買収したことから一時は Google が GoPhone と呼ばれる独自の携帯電話端末の開発を進めているという憶測が流れた。2007年11月に オープンハンドセットアライアンスを通じて新規プラットフォームの概要のみが発表される結果となった。2007年11月5日、携帯電話用ソフトウェアのプラットフォームである Android を米検索最大手 Google、ベイクアルコム、独通信キャリアの T モバイルなどが中心となり、設立した企画団体を派が発表した。 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、Android 6.0以降の権限管理画面。5.1、1以前と比べ、個別に権限を管理することができる。Android のアプリケーションは、 スーパーユーザー権限を要求する一部のアプリを除きシステムの重要領域やユーザー情報にアクセスできないようサンドボックスで動作する権限に関してはユーザーに視覚的にわかるようにアプリをインストールする際必要な権限のリストを表示する機能がある例えば Google マップの場合は位置情報の読み取りがありカメラだと撮影 マイクによる録音などの権限がリストに表示される。この機能によってアプリケーションに無関係な怪しい権限を要求された際にはユーザーが確認できる。Android 4.3ではアプリごとに権限を設定できる機能が実験的に追加されたがアプリケーションの互換性を損なう恐れがあるという理由で4.4では無効になった。端末をスリープ解除する際には ロック画面にピンコードやパターンロックを割り当てることもできる。これに加えて、Android 5.0以降では自宅にいるとき、スマートウォッチが接続されているときなどの条件に応じて自動でロック解除できるスマートロック機能もある。盗難などで不正にファクトリーリセットされた端末は Android デバイスプロテクションという保護機能が働く。 デバイスプロテクションが作動すると、直前オーナーの Google アカウントにログインしなければ、すべての機能が使えないようロックされる。その他に、端末の位置を逆探知したり、リモートロックできる Android デバイスマネージャーも提供されており、盗難や置き忘れの対応策の一つとされている。トレンドマイクロ社によると、2012年1月から3月の間に、Android の不正アプリが、 約5000種発見されたとしている。また、同社では2012年4月に人気アプリである写真共有サービス、インスタグラムやアクションパズルゲーム、アングリーバーツスペースなどの偽アプリハイフサイトが存在し、特定のウェブサイトにアクセスし、モバイル端末に他のファイルをダウンロードするなど、不正な動作を行う偽アプリがダウンロードできるようになっていたことを確認している。 Google Play などの公式サイトにおいて偽アプリが確認されるケースもある。このような課題に早急に対応していくために日本は2011年10月にスマートフォンクラウドセキュリティ研究会を設置しスマートフォンを狙うマルウェア等に対する事業者等における対策のあり方や利用者への情報セキュリティ対策の啓発の必要性について検討を進めてきた。 同研究会では、同年12月の中間報告で、スマートフォン利用者が最低限取るべき、情報セキュリティ対策として、スマートフォン情報セキュリティ参加条33を提唱し、2012年6月に最終報告を取りまとめた。また、2011年12月に、利用者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会において、 スマートフォンを経由した利用者情報の取り扱いに関する WG が開催され、スマートフォンにおける利用者情報が安心、安全な形で活用され、利便性の高いサービス提供につながる、要、諸外国の動向を含む現状と課題を把握し、利用者情報の取り扱いに関して必要な対応、等の検討が進められている。2012年4月には、 スマートフォンをめぐるサービス構造、利用者情報の取り扱いに関する現状、利用者情報の管理等のあり方及び利用者に対する周知のあり方等の今後の論点を取りまとめた中間取りまとめ及び利用者自身が注意すべき事項を整理したスマートフォンプライバシーガイド34が公表された。オープンエンベデッドソフトウェアファンデーションが Android をもとに 機能を追加した組み込み用プラットフォームを開発中である。SF のウェブには2005年からのタイムスタンプがある。日本の SF は Web によると2009年2月12日に設立された。2011年3月現在のバージョンは Android 2.2を元にし EM3 と呼ばれる。2011年3月にオープンソースとして一般向けに公開された。IP 電話、デジタルテレビ、 マルチメディア、DLNA、Bluetooth、リモートコントロール、ポインティングデバイス、ネットワーク管理、ユーザーインターフェース、SDK などの機能拡張を行って、アプリケーションフレームワークより上位の API から使用する。EM1 の機能拡張は全てではないと推測されるが、Linux カーネル部分と同じ深さで、ハードウェア上に直接乗る低レベルで実装される。 EM2 は Android 2.0をもとに開発され、2010年10月に公開された。Android そのものが軽量化を意として設計されているが、SF 版ではさらに基本コンポーネントだけに絞り、必要な機能を選んで追加できる。Android Go Edition は Google が開発者カンファレンス Google iO2017 において Android Go をプロジェクトとして発表された。 メモリーやストレージが少ないローエンド端末でも、アンドロイドが効率的に動作するように設計されており、アンドロイド8.1オレオで動作するメモリー 1GB 以下のデバイス向けに最適化されている。アンドロイドのロゴには、緑色のロボットのマスコットキャラクターが使われており、正式名称はアンドロイドロボットだが、日本ではドロイドくんの愛称で呼ばれている。海外では、 バグドロイドという愛称が使われることもある。アンドロイドロボットのアートワークは、クリエイティブコモンズライセンスに基づいて配布されているが、商標権は Google が保有する。アンドロイドのイースターエッグアンドロイド2.3、ジンジャーブレッド以降からは、ジョークの画像やアニメーションを表示する機能が隠されている。いわゆるイースターエッグと呼ばれるものである。この機能にアクセスするには、 端末の設定情報から端末情報を開き一覧にある Android のバージョンを3回連続でタップすると表示される。なお Android のバージョンによって表示される内容が異なる。Android でもセキュリティ等の理由からユーザーやアプリケーションがある階層以上にしかアクセスできないように制限がなされている。その制限を解除し最低階層にアクセスできるようにすることを ルート化、ルート権を取るという。これにより、より高度な動作をするソフトウェアが実行可能になるが、ほとんどの場合販売元との規約に反するため、サポートを受けられないなどのデメリットが生じる。iOS でのジェールブレイクに近い。ただ、Android セキュリティチームのニック・クレイレビッチによれば、Google はルート化を認めている。ルート化は、ユーザーの権利の一つであり、一方で、 ユーザーの責任でそれに伴う不利益を受けることは仕方ないという見解を示している。またルート化によってアプリケーションや各種コンテンツの開発者、キャリア会社の権利は侵害されないとしている。アンドロイドのアップデートはこのブートローダーを経由してアップデートされるが大半の端末ではブートローダーがロックされている。 ブートローダーがロックされているとメーカーの電子署名が入ったアップデートしか受け付けないようになっている。これに対してユーザーが自由にカスタムロムをインストールできるように一部の端末ではブートローダーをアンロックする方法が Google によって公開されている。これらは改造行為となり保証外になるのが通常だが中にはこの行為前提で初めからブートローダーが アンロックされた状態で出荷される端末もある。ファストブートモードとは PC 側のコマンド操作によってシステム領域の書き換えやパーティション操作を行うための機能である。ファストブートのコマンド機能は前述に加え、ブート、リブート、アプリのアンインストール、ファイルの転送、システムのバックアップ、ブートローダーのアンロックなど様々なコマンドに対応する。 2019年の1年間で2019年に報告された OS 別の脆弱性の数で最も多い414件の脆弱性が発見された。2019年11月、一部のアンドロイドに個人情報の流出につながる脆弱性が新たに146件見つかった。2011年4月、ウォール・ストリート・ジャーナルがアンドロイドは個人情報を取得。 蓄積し、Google に送信していると報じた。セキュリティ専門家が台湾 HTC 製の Android スマートフォンを調べた際に、これらの情報を少なくとも1時間に数回 Google に送信していたことが確認されたという。この報道に対し、Google は Android 搭載端末から位置情報を収集していることは認めたが、すべてあらかじめユーザーの同意を得た上で行っており、 また収集したデータは匿名化された形で Google のサーバーに送られていることからプライバシー上問題はないと主張している。2011年5月、韓国の警察は Android 利用者の位置情報を無断収集した疑いで米 g o o g l e 韓国法人の Google Korea を家宅捜索し位置情報の収集に関するデータを押収した。警察関係者は 携帯電話向け広告を扱う Google 市会社のアドモブが利用者の同意なくスマートフォン向けアプリケーションを通じて個人の位置情報を収集した疑いがある。欧州物を分析し個人情報の収集量や収集方法を把握すると話している。二千十九年十二月 Google Play s t で配布されている三千個以上のアプリで基地の脆弱性が修正されてないことを トレンドマイクロが発見した。2020年1月、アンドロイドの脆弱性を利用した不正なアプリが Google Play ストアに混入していることをトレンドマイクロが発見した。2020年2月、Google Play ストアで提供されているトップ100のアプリのうち約半数に脆弱性があることを LINE が発見した。2019年4月18日、 独占禁止法に違反しているという欧州委員会の裁定を受け、欧州のアンドロイドユーザーに対して検索アプリとブラウザーの選択肢を提示するという計画の概要を発表。また EC は3月、Google に対して14億9000万ユーロの制裁金を課している。ありがとうございます。